はい、それじゃあやりましょうか。これ入ってますよね。はい。それじゃあちょっと遅れましたけど、はい、今日は2015年の4月の26日日曜日午後2時20分ということで、フリージャーナリストの林啓明さん。正明さん。すみません、正明さん。による、憲法を、まあ裁判を起こして秘密保護法を廃止させるというタイトル の資料を用意していただきましたけど、今日は林さんが原告になって、はい、フリージャーナリストの人たちを中心にして何名ぐらいですか。43名、秘密保護法は違憲だと違憲裁判をしてますので、はい、そのちょっとどういう展開になっているかということで、はい、話をしていただきます。はい、よろしくお願いします。はい、どうもよろしくお願いします。どうも林正明です。改めまして、まあ、この本なんですけれども、まあ、今いろんな秘密保護法のことについて本が出てるんですけども、これは割とこれですね、一体誰が何のために作ったのかっていう素朴な疑問から始まって、法律的なことを書いた本にしては分かりやすくなってます。で、特徴なのがこれ共著なんですけれども、この第3章に私が書いたんですけども、それがまるまる私たちが定義した秘密保護法、違憲を確認しろと、そして賠償をしろと、国家賠償請求を求めてますけども、その裁判のことがこの本 の新書のですね、秘密保護法、社会はどう変わるのか の3章に、その裁判のいきさつとかですね、どういうことをやろうかということと、初期の段階のことまで全部書いてあるんですので、ぜひ皆さんよかったら読んでください。ということで、改めてこの裁判はどういう裁判で、今何を求めていて、今どこまで来ているんだと、はい、あるいは、私たちが起こした裁判以外にもですね、全国で何か所かで裁判が起きているので、どういう状況になっているのかということはちょっとお話ししたいと思います。まずですね、一番最初のきっかけなんですけれども、警察問題とか、いろんな腐敗とかね、組織の問題を腐敗している寺澤優というジャーナリストがいてですね、まあ、彼も原告の一人なんですけれども、彼がかつて盗聴法が施行された時、99年に法律が決まって2000年から施行されたんですけども、これは憲法違反じゃないのかと、差し止めろということで裁判を起こしたんですよ、一人で。で、1年あんまり続いたんですね。その時に盗聴法にもう訴えて、その5日後ぐらいにもう施行されちゃってるんですけど、その時にですね、裁判をやって終わるまでですね、結論が出るまで警察は盗聴法による盗聴っていうのは一件もやってなかったということが後で分かったんですよ。もちろんなんだかんだ利用して盗聴とかはしてるんですけど、この正式に新しく決まった盗聴法に基づいた盗聴っていうのは裁判が終わるまで終わるまでやらなかったということで、まあ、今回 の秘密保護法でもそれと似たようなことが、実質的なね、実質的な果実っていうか、法が成立して施行されても適用させないっていうことも大事なので、そういうことも目的の一つにで起こしたらいいんじゃないかっていう、そのなんかメーリングリストもあってですね、だったらそれやりましょうやりましょうっていうことになって、1人2人3人4人というふうに集まって、43人集まって、それで去年の2014年の3月28日に秘密保護の違憲を確認を求める裁判を起こしました。で、ここにどういう人が原告になっているかっていうと、基本的にはフリーランスの表現者なんですね。具体的にはジャーナリストとか編集者、あるいは報道カメラマン、あとドキュメンタリスト、映画監督ですね。そういう人たちは、まあ、個人でやっていて、いろんな取材表現活動をしている人間が43人集まったということで裁判を、起こしました。で、この最初に裁判を起こすときにですね、別に何も報道する人だけが被害を被るとか、フリーランスだけが被害を被るってことじゃないわけで、いろんな人に火の粉が降りかかっているわけですけど、じゃあなぜフリーランスなのかっていうことなんですけれども、一つにはですね、まあ、極端な話すれば、何もしなくても既成のメディアですね、大新聞であるとか放送局とかテ
局なんかは、あの記者クラブというクラブがあってですね、そこで、まあ、権力が発信する情報を基本的には流すと、ストレートニュースといって、普段の報道の、まあ、大雑把に8割は権力が発表したものをそのまま発表していくという事実になるわけで、そこは容易にコントロールできるであろうと。でじゃ あのお上というか政府側がコントロールがやりにくいグループあるいはやりにくい人たちって誰なのかっていうと、やっぱりフリーランスなんですよ。あのだから記者クラブっていうとね、いろんな各省庁に部屋持ってて、あの国民の、まあ、税金ですけど、あと国民というか納税者の税金によって賄われているところをもうとんでもなく安いところで借りたりして、ずっと行政機関がどん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 情報を提供して、それを報道すると、都合の悪いことはもうそこで出さなければそれでもう済んじゃうわけですよね。あの極端に弾圧とかね、妨害しなくたって、それだけでもかなり権力にとっては有効な機関なわけですよ。だからまあこれは私の試験だけども、その記者クラブってどういう役割をするかっていうと、昔はなんか江戸時代に5人組とかね、あの戦時中は隣組とかありましたけど、なんか行政機構っていうのがあってね、まあ、国があって県、都道府県があって市町村があって、そのなんか末端に位置づけられているんじゃないかと。あのそもそも部屋自体が行政機関の中にあるわけで、そこで情報もある程度コントロールされてるわけだから、そういうところへの影響っていうのは、ないことはないけれど、あの秘密保護はね、あの施行されたり運用されても影響は比較的少ないと。そこから溢れるところをこう潰すんだろうと、そう考えて、あのやっぱりフリーだけで集まってやることにも意義があるんじゃないかということで、あのフリーランスだけで集まって裁判を起こしたんですね。でこの裁判を起こすときにですね、あのいろんな専門家とか、あの弁護士であるとか学者の人とか市民運動の人も含めて、あの裁判を起こしても意味ないんじゃないかっていう人もまあ今もそうなんですけど、中には変なことをやられて下手な判決出されたらそっちの方が困るっていう意見もありました。あのただなんていうんですか、でもやっぱり何らかの自分たちに与えられた権利ってありますよね。法律があって制度があって、それをちゃんと利用して、この法律を、最終的に廃止に持っていこうっていうことをやっていいんじゃないかと思ったんですね。だって集会もやってもいいだろうし、あの勉強会もいいだろうし、議員に対してロビー活動するのもいいだろうし、デモやるのもいいだろうし、あらゆることがあって、その中の一つとして裁判を起こすっていうちゃんとした権利が認められてるわけだから、それを実行してみようと、まあ、社会運動として、あの社会運動、政治運動の一環として裁判を位置づけてみようっていう感じで、まずやってみようと、やってみなきゃ分かってないのでね、そういうことで踏み切りました。それとですね、あの一般的にですね、あの秘密保護が悪いと言っても、あの日本の裁判ってこの法律は憲法違反だから問題ですねっていう判断を示すことってほとんどないじゃないですか。あのじゃああなたはこの法律によって具体的にどういう被害を受けましたか、そんなあったか、実害があったんですかと必ず聞かれるわけですね。そうするとあのそれを言わなきゃいけないわけですよ。まあまあ、本当だったら憲法裁判所とかね、あってやればいいんですけど、それもないと。だから最初の問題提起になぜフリーランスなのかっていうことに関連して言うと、自分たちの暮らしとか仕事に直結させる形で訴えた方が説得力があるわけですよね。あの実害とか、あの資材がやりにくくなったとか、あの萎縮してちょっとここは調べるのやめとこうとか思っちゃうっていう、自分たちの生活仕事にあの密着した形で被害を訴えていこうという、そのためにもやっぱ自分自身、まあ、私はフリーのジャーナリストだから、そういった似たような人と集まってや、あの一緒にフリーランスだけで提起したっていうことなんですけどね。で、どういうことをですね訴えるかっていうと、まあ報道者とかジャーナリストなんか中心になっているので、あの裁判のポイントなんですけども、この法律の秘密保護の法律の22条の2項にですね、あの報道の自由は保障しますよっていう文言を入れてるわけですよ。必ず治安立法の場合って必ずその言論の自由とかね、集会の自由なんかはちゃんと守りますよっていう文言をあのまず入れるわけですよ。でもそれが本当にできるのかっていう
ことを、裁判の中で明らかにしていきたいということなんですよね。で、じゃあ裁判だから訴状を出して裁判が始まるわけですけど、一体どこ、どういうポイントを出したかというと、主に3つあってですね、まず第一に、この秘密方法は憲法違反で無効の法律だということを確認しろというのが1点ですね。で、2点目は、従って、法の施行を差し止めろということです。で、3点目は法律が成立したことでいろんな振動も重なり、萎縮し心配事があり、そういった被害を被ると。だから、原告1人当たり10万円支払いって、これは国家賠償請求です。この3点で、被告はどこなんですか？国です。国でも具体的にはどこ？だから国だから、基本的には、法務省とかいっぱい、国政府のものとか。法務省が出てくるんですか？大体向こうの被告側の代理とか見ると、内閣情報室とか、内閣系の始めとか、あの辺の人たちがずらずらっと、何人ぐらいいますよね。結構、何人だったかな、10人ぐらいなんですかね。そうなってですよ。だから国を訴えてるということですよね。ただ、2番目のですね、施行差し止めに関しては、訴状を出すと同時にですね、施行令っていうか、法律が発行する日にちを定める政令っていうのを発行しなきゃいけないんですけども、その政令を定めてはならないっていうことで最初提起したんです。でもそれは却下されて、高裁に行って却下されて、最高裁で却下されたと。そしてその後に、去年の12月10日に実際に施行されちゃったので、もうこの2番目の請求っていうのは、できなくなっているんですよね。だから今残っているのは、1番目の憲法違反だということを確認しろということと、最後の、被害を被るから、賠償をしろということで、裁判は進んでいるわけです。憲法の第21条違反、憲法違反。いっぱいあります。21条もあるし、いくつかありますね。5項目くらい出してます。ここの本の3章に書いてありますけど、一番大きいのは21条ですよね。あと学問の自由とか他にも。学問、思想良心の自由。19。ありますね。19、21。はい、それから、信教の、学問が23。はい、信教の自由は入ってない。とりあえずは入ってはいないですね。教育、それではですね、あれですね、憲法13条、すべての国民の個人として尊重される生命、13条ね、および幸福追求に対する国民の権利ですね。はいはい、12もそうじゃん、自由権利の保障責任。それと具体的に出すのはね、憲法19条、ね、思想及び良心の自由はこれを犯してはならない、はい、で憲法21条は、一般の根幹ですよね、集会結社で言論出版の自由を守られた、はい、であと憲法23条の学問の自由はこれを保障する、はい、それと憲法31条、何人も法律の定める手続きによらなければ、法定手続きの保障の自由を奪われ、だからその刑罰を課せられないということで、5つね。で、この裁判をやり始めたときにみんなで取り決めたのは、この法律って行政省の長が勝手に決められて、一般庶民は何が法律か分かんないから、いつどこで何時被害を被るか分かんない。なんか特別なことをしてるからとか、活動してるからとか、危険なことをしてるから、こういう法律が違反ってよってなったことがないわけですよ。例えば窃盗罪があって、物を盗んだら最高どのくらいまでの刑があるかってことを知ってるから、必ず物を盗んだら処罰されるなんかみんな知ってますよね。だからやらないってことだけど、これは具体的に秘密は内容は全部秘密なので、何をやったら刑罰されるのかわからないというところが最大のポイントで、もう法律としてはめちゃくちゃな問題なわけです、だから全部ベールに包まれていると。だったらこの裁判はその逆のことをやろうと、全部裁判にまつわることですね、訴状とか準備書面とか
陳述書とかそういうのをどん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 インターネットで公開していろんな人に知らせて、その裁判のプレスで裁判長がこんなことを言いましたとか、そんなことを全部公開していこうと決めたんですね。それで最初はみんなでツイッターとかフェイスブックだったりどんどん発信して、途中からブログを作ってそこに訴状を載せたり、いろんな人の準備書面、まだ全部は全員の分は載ってませんけど、準備書面を載せたり、あるいは国の被告の国の反論書を全然載せたりとか、とにかく全部見て、それを見れば裁判のプレス全部わかるようにしたわけですよ。これをね、裁判の可視化っていうふうに位置づけて、まあ、今取り調べの、ね、可視化とかいうことも問題になってますけど、裁判だって本当に裁判所に足を運ぶ僕一部の人しか裁判ってどんなことかわかんないので、裁判ってこんなことなんですよ、あとこういう主張をこういう文書を出してますよってことを全部そのインターネット上で見えるように、やっていこうということで、裁判の可視化を徹底しようということで実際やっています。それと裁判を傍聴したって書類の手続きとか多くなるので一般の人は分かんないので、必ず裁判が終わった後に報告会をやって、実は今日の法廷で話したことはこういう意味なんですよとか、裁判長が言ったのは実はこういうことを言ってるんですよっていうようなことを全部公開して報告会でやっていこうということで、とにかく情報発信で秘密方法はどこまで行っても秘密だけども、この私たちの裁判はどこまで行ってもオープンだということで、裁判の内容とか書類とか全部出しちゃうということをこうやってるわけですね。だから意外とこういうことを徹底しているところって少なくって、基本中の基本中なん基本なんですけども、やっぱり裁判の書類を全部インターネットでブログに出していくということが大事だと思ってるんですね。で、ずっともう5回の口頭弁論があったわけですけど、普通こういうような国を訴えるような裁判だと、もうこれで終わりですね、じゃあもうあとは書類を見て判断しますよってことですぐ決心されちゃうケースが多いんですけども、いろんな弁護士の力とか工夫があって、なんだか続いてるわけですよ。普通だと書類だけでも終わり、はい、じゃああとは裁判所で判断しますというところを証人尋問申請をしてですね、証人尋問としては、真っ先に申請したのが安倍晋三証人に出せと、当たり前ですよね、最高責任者ですから。そうそう、あと内閣情報調査室の北村茂、ね、あとその当時の秘密保護法制定にまつわる担当大臣の森雅子を尋問として、 あとマスコミからその審議会に入っている安倍恒を申請して、片っ端から、本人、原告の本人尋問を含めて十何人証人申請をやるという、これもある意味では画期的だね、素人的な発想ですよね。そんなことやったって無理に決まってるじゃないかって言って、法律を知っていれば知っているほど、裁判を知っていれば知っているほどやらないんですよ。弁護士が止めんだよ。そうね、ちゃんとできる法律に書かれていることとか制度上認められている民主社会の中で認められていることをやっぱり一つ一つ実行していこうということで、だから安倍首相はね、承認申請してますと、もちろん蹴られると思いますけど、まだ判断できないですよ、それだということですよ。で、法廷で普通は書面を出して、はい、こういうことですねと終わりなのに、いや、法廷でちゃんと原告が声を出して陳述させろということを認めて、何人かやった。でさらに、そうこうしていくうちに裁判長の方からですね、もっと他の原告もね、43人もいるんだから他の人間も喋らせろって言ったら、っていうよりどっちかっていうと証人尋問の方がよくありませんかみたいな、もちろん終わりだと思いますけど、陳述書っていうのはこう書いてそれを法廷に読み上げたりするわけですけど、それよりも証人尋問、主尋問、反対尋問など証人尋問の方が証拠価値としては高いわけですよ。そういったことを、むしろ裁判長の方からちょっと進めるようなね、こともあって、最終的には原告としては寺澤優という最初にやったからどうかっていう、言い出しっぺと私が2人が証人尋問に出ることになりました。で、これは弁護士が次から次へとどんどん書類を出して証拠を出し上申書を出し、どん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 やって、最初は法廷が狭いから大法廷でやれ
ってほしいっていう上申書を出したり、それが認められて、あの大法廷に移って、あの東京 の裁判所で一番大きな法廷でやっていて、まあ、ほぼ8割9割ぐらいずっと埋まっているような状況で、それも関心が高くてですね、やっぱり今回私その大法廷って初めてですけど、やっぱり雰囲気が違うんですよね、普通に裁判の法廷と。でそれなりにあの絵になるなっていう感じで、なかなか雰囲気がいいところなんですよ。それなりに裁判らしい風景なんですね。立派な雰囲気だ。だから原告席に、まあ、大体30人とかいるわけですよ。まあ、少ない時で20人出てますから、まあ、ぎっしりになっちゃうんですけど、そこからパッと、こっち側に30人いる。そうですよ。わすごいね。それでパッとその傍聴席を見ると、やっぱりパッと見た感じ、あのほぼ満席な感じなんですよね。だからそれなりにやっぱみんなの注目が集まっているってことがよく現場で分かるわけですよね。だからそうやってこう駆けつけてくれることによってこれまで続いたっていうのはすごく大きいと思うんですよね。だからそれは法廷の外でいろんな、インターネットで見出かけしたり、講演会を開いたり、報告会をしたり、あるいは、裁判の資料を出したりとか、外に向かって呼びかけて、それに応じた人が来てくれるという、それによってこう何とか保たれてるなっていう、そんな感じなんですよね。でそれが、まあ、5回まで来まして、5回が4月だったんですけどね、直近のやつが。で次があのクライマックスで、6回目が、あの6回目、6月3日の昼の2時なんですけどね、まあ後であのまた日程とかはそう確認しますけれども、そこがぜひ見たい、ね、あの証人尋問なんですよ。いやこれがクライマックスになってますね。2人が年号の本人事務ことは水曜日か。そうなんですよ。2人であるとここまで、ネット中継できればいいんだよね。いや本当素晴らしい、ね、裁判って。だから、本当だったらこういう風な感じでさしたいんですよ ね申請してよ、ネット中継したいんです。そしたらすごいよくツイキャスで分かるらしいんですよね、うん、そう。だから、まあ、どういうことになるか分かりませんけど、いよいよクライマックスになるということで、でそれに関してですね、前回の第5回口頭弁論で非常に面白いことがありました。で、原告である我々がフリーランスの人間ですね、ジャーナリスト、写真家、映画監督ですから、で法律の22条にはあの報道の自由は保障しますと。で森雅子担当大臣もそこにはフリージャーナリストも含まれますということは発言してるんですよ。それが本当かどうかっていうことを追及するっていうのがこの裁判のポイントの一つなんですね。で今いろいろ話しましたけど、原告には肩書きとしてジャーナリストというのがいる、フリーライターというのがいる、編集者もいる、映画監督もいる、で写真家もいますね。報道写真家、そう、赤いのついてますよ、下に下ついてるんです。あのいると、そうするとジャーナリストは入れるって言ったんだけれども、じゃあルポライターって入るんですか、あの映画監督はどうなんですか、じゃあ編集者はどうなんですかっていうようなことを定義を求めたんですよ。それに対して向こうが答えてこないわけなんですよ。だからフリージャーナリストっていうところまではギリギリ言葉ではいいと言ってたわけですけど、じゃあルポライターはどうなんですか、映画とかブロガーはどうなんですか。ブロガーはそもそももう最初から排除され、排除されてない、排除されっていう問いかけをしたけれども、答えてこないと。でそれじゃ困るかというんで、前回の法廷で弁護士、代理人の弁護士もぜひこれ答えてくださいと言ったら、いやそれはそれうじゃ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 と言って、法廷の場面でね答えないわけですよ。その様子を見て裁判長が、じゃあこれは答えないということで、要はニュアンスとしては答えられないということで、っていうことでなしになったわけですよ。ということはどういうことかっていうと、あのこれでね、はい、こう訴えてるようにルポライターも映画監督、メンタル映画監督も報道写真家も、あのフリーライターも編集者もちゃんと、取材報道従事者と見なされて、ちゃんと自由だからちょっと保護されますよって、もしそこで言っちゃったら裁判に記録に残りますから、本当にその人たちの取材の自由を認めなければいけなくなってしまうわけで、それで名言を避けたわけですよ。だからジャーナリストの定義ですよね、うやむやにしてるということですよ。と
ということはどういうことかっていうと、もうほとんどイコール、その時々の情勢とか、担当者、捜査担当者とかが、この人は、いや、明らかな報道の自由で正当なことをやってるって認めれば適用されないけど、いや、これはちょっとおかしいって、その判断、その人が判断すれば、全部引っかかってしまうということですね。だから、恣意的な運用ができるっていうことを、もう法廷で認めたも当然なんですよ。細かく細かくこう定義を追求していったので、だからそういう意味で、やはり私たちが懸念していたように、その時々の権力の判断でね、これはいいこれはないっていうか、効率的に判断するというより、その人の判断でできてしまう、うん、つまりこれを簡単に言葉で言うと恣意的な判断っていうをしますということを引き出したということだけでもすごいね、大きいと思います。これは絶対記録されるわけですから、うん、いざとなったら恣意的判断しますよみたいな意味のことを言ってるに等しいという、ここがやっぱり一つ大きいなと思いました。だからそれやっただけでもなんか裁判を起こして意義があるんじゃないかなと思うくらいで、肝心なところですよね。だからそれもそういうことを引き出したっていうのは、自分たちの生活とか仕事に根ざした主張とか裁判をやってきたからなんじゃないかなと思うんですよね。でもうそれでもちろん結果はどうなのと、まあ、控訴っていうことになりますけども、ずっと最高裁まで頑張るつもりなんで、ぜひ教えもお願いしたいんですけども、あと今話したのはその東京の地方裁判所で起こしているフリーランス43人の裁判なんですけども、全国のことをちょっとお知らせ、それで一応一旦区切りたいと思うんですけど、はい、全国で4カ所裁判が起きてます。順番に行ってその特徴を簡単に言って、最後に日程みたいなのを皆さんに CM を出かけて終わりにしたいと思いますけれども、訴訟の第1号は静岡です。静岡地裁2014年の2月にですね、弁護士の藤森辰巳さんという弁護士が、個人で訴訟を提起した。でこの特徴は弁護権が侵害されるという意味ですね。弁護権というのはかつて戦前戦中 の、 治安維持法なんかで起訴されたり人たちなんかもやっぱり裁判で弁護してる人たちがいましたけども、だんだんやってるうちに弁護活動そのものが治安維持法違反だってめちゃくちゃなことを言い出して捕まえ弁護に立った弁護士を捕まえちゃったとか、そういうことだったわけですよ。だから秘密保護もそれに近いことになるということで裁判を起こしてるんですね、大雑把なこと。でところがですね、1回東京からですね、何人かで2回目の口頭弁論に行ったら、あ、じゃあもうそろそろ終わりにしましょうってなってるすごく強圧的なんですよ。そしたら静岡地方裁判所の一番大きな70人ぐらい入る部屋なんだけども、我々残した東京の原告団を動かしたら、6、7人みたいな感じで、そういうところをやっぱり裁判所も見てるんでしょうね、支援者がいないなということで、それで強圧的にもう終わりにしようというところで無理やり伸ばして、これはもう終わりにされちゃうということで、裁判官が忌避をしたらどうですかということで呼びかけて、その原告である藤森弁護士は裁判官が忌避したんですね。でそれはもう地方裁判所に却下されて、高等裁判所に報告してまた却下されて、で今最高裁に特別報告をしてるんですね。でその判断の勝ちの状態になります。だからこれはどういうことかというと、弁護士みたいなプロがやってもそういうことなんだから、いかに周りからの支援者、傍聴に駆けつけるとか、集会をやるとか、もうブログで発信するとか、しょっちゅうその裁判の周辺にでいろんな人が動いてないと、いつでも打ち切られることになりかねないという教訓なんですよ。だからそれはまずいということで、批評を却下して申請してもらって、なおかつ東京の人間が主催して静岡で集団をして、そしたら裁判にはなんかね、我々の応援入れて10人ぐらいだったのが、教室みたいな公民館でやったら80何人しちゃって、立ち見になっちゃって必死になっちゃった。それ裁判に続かないと、それをきっかけに今度再開されたらその人たちが本当に行きますから、次に戦う足がかりができたという、そういう状況なんですね。で2番目が
我々が起こした東京のフリーランス43人の訴訟で、その翌年の2014年の3月26日に提起したもので、それは今大体お話しました。で、比較的なんとか頑張っている東京訴訟ですね。あ、もうそろそろですね。で、3つ目が、横浜訴訟。多分消えました、ね。あ、もう一回。山崎さんは委員長で行きますからね。はい。少ないんですよ。何番？あ、そうか、コンティニューコイン入れてくれる人がいいんだ。山崎さんね。うん、今63人。じゃあ見てないと思うんですけど、アーカイブで見てもらいましょう。あ、それで、横浜訴訟が3番目なんですけども、ここは13人 の、 主に市民運動をやってる人たちが中心になってやってます。で、ここの第4回共同弁論が今度、6月10日にあるものになっていますね。で、こちらの方はなんか横浜事件、まあ、戦時中最大の言論弾圧があって、そこが舞台になったところですから、そこで横浜事件の遺族も証人として申請してやっていて、横浜訴訟でも原告本人が法廷でちゃんと声を出して陳述するということもやっています。そこも何だか頑張っているという状況ですね。で、最後はですね、広島訴訟というのがあって、これが75歳の、杉林春之さんという人が個人で提起して、頑張っていることを知りまして、個人でやるのは大変だからということで、弁護士つけたらどうですかということになって、何とか弁護士さんがついて、この間4月14日に第2回口頭弁論で、頑張っている最中です。で、広島では原告団募集を開始してですね、一人じゃなくてもっと集団でやろうということになってやったところ、つい1週間前の情報ですけれども、5人が原告になるという人も現れて、合計6人になっています。で、これを全部最終的に100人にしようということで、原告募集とサポーター募集というのを両方同時にやって、広島県内のなんかいろんな秘密保護とか救助の関係の活動している人たちに集めて、やって集団でやっていくということで、最初はたった一人で個人で弁護士もなくやってたのが、100人を目指そうという、まあ、そこまで大掛かりになってきたということです。で、もう時間がないので最後にしますけども、はい、これからいろんな各地でね、裁判がやっているので、ぜひ傍聴に来てほしいということとですね、東京訴訟の原告団主催としては明日なんですけども、4月27日の明日の2時会場で、神保町の家並みセミナーホールってあるんですけども、そこで裁判の各地の報告会と古賀茂明さんの講演会を、開催するので、ぜひ、入場無料ですので来てほしいと思います。2時です。2時に 会場して2時半から集会を始めて、最初報告をやって、原告の一人の元朝日の記者の人が、朝日新聞とテレビ朝日の闇っていうミニ講演を20分ぐらいやって、その後に古賀茂明さんの講演が始まります。で、古賀さんはですね、古賀さんは今回の訴訟ので証人として申請してるんですよ、ね。証人になりますって、ね、うん、証人になりますって承諾してくれたので、もう裁判所に証人申請を提出してます。まあ、認められることは可能性は少ないけども、認められたら古賀さんは改革はするが戦争はしない、証人、この裁判の証人予定者でもある。古賀さんはあれなんですか、この43人の人に含まれてる、いや含まれてないです。原告ではないんですけど、原告じゃなくて原告以外の証人ですね。さっきほら安倍首相をはじめ、内閣情報調査室の北村さんとか、そういう証人ですね、第三者の証人として古賀茂さんも証人、証人申請してるんですね。だからその古賀さんが明日、2時会場だけども、話が始まるのはちょうど3時から予定してますけれども、ぜひいい話をしてくれると思います。これは中継できるの？ええ、それはできます。できます、うん、それじゃあ行こうかな、お待ちしますんで。ということで一旦、はい、というかもうそろそろ終わりなんですね。あと5分、はい、ぜひ、はい、ご支援ございます。あと裁判の具体的な根本、どういうことをやってるのかとか、どういう人がやってて、どういう方向性を目指してるっていうのは、この、集英社新書のですね、
第3章に詳しく書いてありますので、ぜひこれも聞いていただければと思います。はい、よろしくお願いします。どうもありがとうございました。あと5分しかないんですけど、ちょっと1点だけね。さっきいいまだ、うん、はい、憲法第41条の国会は国権の最高機関であり、うん、その後ね、唯一の立法機関であるって書いてあるのね、うん、で例えば今回のこの特別秘密保護法、これ特定秘密法、これは北村茂っていうさ、公安警察ですよね、警察庁の公安畑の人間が内閣に出向して、彼が1から10まで全部細かい法案を起案して、それで国会の根回しをして、で強行採決したわけでしょ。そうですね。で彼はさ、要するに起案者であり、でこれが終わればおそらく警察庁かなんかの警備局長とかなんか分かんないけど、取り締まり側になるわけじゃない。起案して、自分で起案して、で自分で取り締まるということがね、実際に起こるわけでしょ。そうです。こういうこと許されるの？三権分立じゃ実質はないってことですよ。法律を作って、細かくね、自分たちに都合のいいように法律作って、で自分たちが取り締まると、自分たちが使った法律を使って自分たちが取り締まるっていう、そんなことは41条違反で、国会が本来だったらこういう起案をすべきなんですよ、国会議員が。それが内閣に出向した治安官僚がさ作って、それで国会提出するって41条違反じゃないかと。そうですね、それおかしい。まず三権分立から言ってもおかしいし、つまり、まあ、この本の、ね、一番最初にズバリ誰が何のために秘密保護を作ったのか、それは警察ですよね。すごく分かれやすい話で、事細かにこの自由を束縛するような条文を事細かく書いた人が自分でこうやって使って、持って、なんて許されていいのかって、執行して取り締まって捕まえるって、これって事実上独裁です、ね、独裁です、政治家が出したわけじゃないってことなんですよ。そう、具体的なことはもう内閣情報調査室で言って、その内閣情報調査室っていうのは、その警備公安警察の人たちがバーッと執行してるわけだから、政治警察の人たちが作ったわけですよ、これ。もちろん政治家説明は聞いてますよね、もちろん。市民国会内でさ、この秘密保護法が起案される途中で、福島みずほさんなんか中心にしてさ、うん、市民と市民集会で、うん、あいつが出てきたんだよ、官僚が、うん、5、6人、うん、でその中心が内閣情報室なんですよ、うん、北村はじめがトップで、その下にいる執行者、警察官僚とかさ、なかなか名前言わないんだけど、彼らが出てきて質問してたわけね、質問に答えてたんでね、だから完全にいわゆる41条の国会は唯一の立法機関であると、起案をするのが国会議員なんですよ本来は。それを官僚がしてるってね、内閣が提案してると、完全に憲法違反じゃないのと。だからさっきね、全般の方の国会は国権の最高機関であるってことを見れば、首相に国会を解散する専権事項であるなんていうのは大嘘だっていうのと同じように、なんで国会議員が何もしないで官僚が、それと面白いのは立法してんのと。秘密保護の出発点って軍事的なことから来たわけですよ、日米間の軍事立法の。そうそうそう。だったら防衛省が全部なんでやらないんですかって話ですよ。なんで警察が出てくるのって話ですよ。だからそんな軍事的とかアメリカとの合成なんかっていうのもあるけれども、口実ですよ。口実で都合の悪いことを調べようとしたり、拡散しようとしている人たちを制圧して捕まえようっていうことだっていう構図も、ここから見ても出てくると思うんですよね。だってそれだったら防衛省が中心になってやろうべきでしょう。防衛省 の人間も来てたよ、その市民集会に、うん、でも主流は警察官僚ですよ、ですね、特攻官僚ということで、とにかくどんなことがあっても、まあ、政治でね、選挙もやって新しい政府を作ってもう廃止すると、まあ、憲法を改正するというのは大変だけども、法律を改正というのは、うん、両院の国会議員の過半数以上でできるわけだから、なんかできたからって永遠にもうそれで逃げるんじゃなくて、廃案の決議、廃案すればいいんですから、うん、そうそうそう、そのためにまあ頑張りたいなと思います。
ということで、はい、それじゃあどうもありがとうございました。ありがとうございました。そうですね。それじゃあこれで中継終わります。できたら明日の集会を中継したいですけどね。はい、終わります。67名様。